昔の田植え風景の再現現代の機械化された田植え、結びゆき咲いたお田植え祭り田植えは、水田に稲の苗を植えること。水田で稲を栽培する水田稲作において、通常は縄代に種もみを巻き、育った苗を本田に移し植える移植栽培の田植えが一般的であり、種もみを直接本田に巻く稲作の自家巻き栽培は、日本においては、 特殊事情などによりごく一部の地域で行われるのみである。また、これまで日本列島に稲作が伝来した当初の栽培方法は自家巻栽培であり、奈良時代に入り田植えが本格化したと考えられてきたが近年の考古学の発掘成果で縄文時代晩期から古墳時代にかけての水田移行が日本各地で発見され移植栽培の痕跡とみなされる株跡が 数多く検出されており、日本でも田植えが古くから行われていたことが裏付けられている。かつて田植えは、梅雨の季節に集中的に行われており、初夏の冬物詩の一つであった。田植え時期が早まるようになったのは、昭和20年代以降、例外に強い保温雪中縄城の発明や、品種改良が進む中で、稲の早食が可能になってからであり、 地域によっては1ヶ月ほど繰り上がるようになった。田植えは非常に重労働であり、家族労働力だけでは乗り切ることができず、雇用労働力を用いたり、ケツと呼ばれる労働力の交換組織を結成し親類や近隣で助け合ったりしながら行っていた。また、田植え労働の中心的な担い手は、サオトメと称された女性たちであり、男性は縄代での苗取りや苗運び、 本田での白柿、聖地などに従事した。田植え労働の軽減をもたらす移植栽培の機械化は、稲作の栽培過程の中で最も遅れた作業部門であり、ようやく1970年代に田植え機が登場した。田植えは田楽、お田植え祭りなどのように、農村芸能や稲作をめぐる予宿行事ともなった。田植え後の慰労のための催しや休息日を、 サナブリと称する地域がある。各家庭の小サナブリと集落で行う大サナブリが見られた。ありがとうございます。